はい、ビートル夜じゃでございます。本日はまるちゃんのカレーうどんです。まるちゃんのカレーうどんで、ほら、あの焼きカレーうどんにしました。はい、具材はですね、牛、豚、鶏の、あの合いびき肉でございます。ひき肉ですね。それと青ネギと、桃屋の刻みニンニクですかね。で、塩コショウで炒めて、ほんで、あの刻み揚げで、それとは最後にあの温泉卵を乗せました。はい、今日はジェントプラスとかいう麦のビールですね。なんか友達にもうたんですよ。あんまり見かけへんあのビールですけどね。ただこれでいただきたいと思います。あー、今日もなんか暑かったですね。はい、お疲れ様です。乾杯。まあ、めちゃめちゃ冷えてるんでね、まあ美味しいんですけど、多分これあの安いビールでしょう。まあ味はまあですね、まずくはないです。まあ冷えてたら何でも美味しいです。今日はね、もうまるちゃんのあのカレーうどんをもう焼いて食べようとずっと思ってたんですよ。いただきます。焼きカレーうどんですよ。うん、うまい、バリバリうまい。まるちゃんのカレーうどんはやっぱ抜群にうまいわ。やっぱひき肉のうまみというか、ひき肉の脂がね、このうどんに染み込んでて、ひき肉がすごくいい仕事をしています。それと最後にのせた温泉卵もかなりいい仕事をしてます。うん、うわ、うめえ。粉末スープは1個半にしました。2個やったらだいぶちょっと濃いんでね、1個でも結構濃いんですけどね。うわ、これはうまいわ。まあ、もう普通のカレーうどんにしてもめちゃめちゃ美味しいですけど、焼いたらまた 1.5 倍はうまいですよ。僕はひき肉でやったんですけど、別に豚肉とか豚バラ肉とかでも全然いいですよ。豚バラ肉結構脂が出るんでね、豚の脂はやっぱり焼きラーメンとかめちゃめちゃ合いますよ。僕はひき肉にしましたよ。ひき肉の方がなんか旨味がたくさん出るというか、かすかにちょっとこう桃屋の刻みニンニクのそのニンニクのパンチが抜群にうまいです。焼きうどんとかあったらあるんですけど、焼きカレーうどんでなかなかみんなやってる人多分少ないと思うんですよ。焼きカレーうどんの発想がね、なかなかなかったりするんですけどね。僕はもう焼いてみようと思って、はい、カレーやからね、それ焼いたら美味しいですよ。まあ僕だけじゃなしに皆さんもそうだと思うんですけど、僕カレーめっちゃ好きなんですよ。
カレーうどんからカレーライスからあの日清のカレーヌードルからドライカレーやらもうカレー系大好きです。カレーパンも大好きやし、うん、なんかカレーってうまいですよね。なんかね、カレーライスやったら大食いできるんですよ。大食いいうか、まあ、すごい大食いの方に比べたら全然ですけど、まあ一般人に比べたらそこそこ食えますね。カレーライスやったら 1.2キロ、1.3 キロぐらいやったらまあ腹いっぱいなんですけど食いますね。ココイチで挑戦してみたいんですけど、ココイチってもうあれでしょ、1300g もうやってへんでしょ。っていうかもう1回やったらもう2回目3回目できひんじゃないですか。あれ食い終わったら登録するじゃないですかね。2回目3回目とかもできひんですからね。いやちょっとカレーで思い出したんですけど、まあ、吉永さんでもうやってるんですかね、あの牛カレー鍋ですか。牛カレー御膳でしたからね、あのカレーの鍋ですけど、もうやってるんですかね。まだ食べてへんですけど、近いうちにまた食べに行きたいなと思ってます。牛カレー鍋ですからね、絶対美味しいと思うんですよ。しかも吉永さんのあの薄っぺらい肉がね、絶対にカレーとマッチングしててめっちゃうまいと思うんですよ。でカレーってなんか家で食っても美味しいんですけど、あのキャンプとかでね作るカレーとかもね、むちゃむちゃ美味しいですよね。まあキャンプでカレーっていうのはもう定番ですけどね。カレーって結構簡単なんですよ、作るの。カレーでこう煮込みカレーと、あと炒めるカレーとやっぱあるじゃないですか。僕はどっちかって言ったら煮込みカレーが好きなんですよ。野菜とかをことこと煮て、その野菜の旨味を引き出したカレーライスが好きなんですよ。まあ炒めたやつとかも好きですけどね。どっちかって言ったら溶けた野菜が溶けた感じのカレーがめちゃめちゃ好きですね。それであと筋肉ですかね、筋肉を入れたカレーがすごい好きです。で筋肉はちょっと多めで、まあカレーもなんかあれですけどね、レトルトカレーなんか今種類増えて美味しいのいっぱい出てますからね。銀座カレーやら、あの海軍カレーとかね、カレー屋とかなんかありません。まあ、あとボンカレーとか、今のレトルトカレーって湯煎せんでも、あの袋ごと、中の袋ごと電子レンジでもう温められるようになってるんでね、めちゃめちゃ食べやすいんで、まあ、結局やっぱりちょっとでも手間をなくすというか、まあ、料理をする方がやっぱり減ってきてるというのもあるんですよね。今のニーズに合ったね、そういうなんを商品開発みたいなのしてるんでしょうね。レトルトカレーで安いやつで大盛り 300g かなんかの、なんか大盛りのカレー、大盛りカレーがあるんですよ。甘口
辛口、大辛とかね、そのなんか3種類ぐらいあってね、まあ、具材は全然入ってへんすけど、もうルーだけなんですけどね、まあ、あれもちょっとこうね、あのフライパンに入れて、フライパンにちょっとこうね、野菜、肉炒めて、ほんで、ね、あのルーかけて、なんぼでもアレンジできますからね。でカレーはまあココナッツミルク入れたり蜂蜜入れたり、まあ何入れてもいいんですけど、やっぱりインスタントコーヒーですか、インスタントコーヒーのまあまあ粉あるじゃないですか、あれ入れるとね、コクが深くなってね、美味しくなるんですよ。僕いつもレトルトカレーをこう炒めてやるときはインスタントコーヒーの粉末を入れるんですよ。入れるとコクが出て、ほんまにこう店のカレーみたいになるんですよ。だからカレーっていろんな各家庭のそのまだ全然まあ一つまあちゃうわけですよ。ね、中にはこう果物入れたりとか、ね、ちょっとキムチ入れたりとか、カレーとかまあバリエーション豊富ですからね。他人さんの家のカレーってね、結構好きなんですよ。まあ結局カレールーを入れてしもたら案外分からんようになるんですよ。例えばスルメとか出しとってもカレールー入れてしもたら、カレールーの方が強いんでね、スパイスが負けてしまうというか、この具材が、ね、でもそこで隠し味を入れると微妙に変わるんですよ。肉はどっちかって言ったらちょっと脂が出る肉ですかね。筋肉もちょっと脂身のある肉とか、まあ、そっちの方がやっぱ美味しいですよ。やっぱカレーはちょっと脂出した方が全然美味しいですよ。でなんかカレーってボリューミーじゃないですか、まあ、特にカツカレーとかになってくると、まあ、カツカレーってめちゃめちゃ人気ありますからね、カレーの中でも。それでココイチとか行ったら男性の方は大体カツカレー頼む方が多分多いと思うんですよ。カツカレーうまいですからね、すごい食い応えがあるというか、昼飯に最高ですね。残るの具材スプーンで取ろうと思ったんですけど、スプーン取りに行くのがめんどくさいんで、鍋で直接食べたいと思います。うまかった。最後のひき肉は
最後に残ったひき肉がまた抜群にうまかったです。カレーの味が染み込んでてバリバリうまかったです。ああ最高の晩飯でした。まるちゃんのカレーうどんやっぱうまいな。まるちゃんのカレーうどん人気ありますからね。カレーうどんの中でこのまるちゃんのこのカレーうどんが一番おいしいと思うよ。はい、まあごちそうさまでした。本日は、まるちゃんのカレーうどん2玉を焼きカレーラーメンにして食べました。それとビールと一緒にいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、まあ、これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ちょっとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。